か。こんにちは、はい、豊さん、はい。まあ、セ・リーグのあるチームがこの交流戦で勢いづいてきてますね。まあでもセ・リーグは、はい、まあ、活気づいてる、まあ、掃除でいい感じですよね。いい感じはいい感じ。まあ、中でもヤクルト、心配すんなよまあ確かに俺あの中日もいいからね、はい、一旦最下位という予想はしてるんだけど、はい、絶対自力があるから、はい、こう上がってくる。あ、そうですか。上がってくる、上がってくる。でその現在ヤクルトなんですけれども、交流戦で2位、はい、で、自力優勝が復活というところで、まあ、5発終わりに1回消滅したんですか。まあまあ阪神が良くてかなりヤクルトが悪かったからね、はい、まあ、そこら辺の差で、まあ、自力がなくなったんだけども、はい、いやこれ上がってくるよ、上がってくる、うん、でこれまず打率、チーム打率が、まあ、交流戦だけで2割9分1厘と、はい、これ12チームで1番なんですよね、うんうん、で防御率はまあ2.94 というところで、うん、その打つというところが非常にこう戻ってきた。まあまあヤクルトの強みだもんね、そこはね、はい、うん、でまあ適材適所に、はい、あの選手がいるということ、うん、その打順を打つね、はい、で山田を一番にして、そうです、うん、それでまあ DH に最初サンタナ入れてたんだけどさ、はい、当初ね、で川端を入れることによって連敗が止まったという、はい、なんで最初から川端入れないのかなっていうような不思議さがあったんだけど、はい、まあ、最初先発ピッチャーが左とかね、うん、まあ、そういうことで左を避けたんだと思うんだけど、はい、まあ、加藤の時か川端入れて、はい、まあ、2安打かなんか、まあ、トータル3安打かなんか打って打線の流れを作ったよね、はい、やっぱ誰が作るかだよね。ああ流れを、で DH 制じゃない時に青木が3番に入ることによって流れを作ったという、はい、まあだからやっぱその打てる人はいるんだよ、ただやっぱ流れが欲しいんだよね、はい、で流れって簡単に言うけども、やっぱこう誰が打っても流れができるかっていうわけではなくて、やっぱポイントのある選手がいるわけだよ、はい、だからそれが川端であれ青木というベテランかなっていうような気はするよね。そうですよね、うん、で DH 制ある時でも例えばまあ1番山田選手で2番に青木選手で3番 DH 川端選手と、こうベテランがやっぱ2番3番に入ってきて非常にいい流れを作ってる。そうそう、まあまあやっぱりチームが苦しんでる時とかは、うん、まあ若手の経験か、うん、若手の勢いか勢い、はい、ベテランの経験だよね、はい、それがいける、まあ、どっちかなと思ってたらポイントは川端であれ青木というベテランだったよね、はい、うん、だから、まあ、そういう意味ではこれからはそんなに大崩れすることなく、はい、あとはピッチャーがねどれだけ踏ん張れるかどうかだな。そうですよねまあ交流戦前で結構ピッチャーが失点する場面多かったり、まあ、確かにね、はい、ただチームが乗っていくと、うん、なんていうの、働く環境も明るくなって、はい、こう変わってくるからね、うん、だからそういう意味では、まあ、勢いに乗れるような材料は揃ってるよね。そうですね、うん、まあ、今日高橋奎二投手、はい、復活というところも嬉しい材料です、まあ、ポイントはそこかもわからんな。高橋奎二がやっぱ勝てるピッチャー確実に、はい、まあ5試合投げたら絶対3試合は取るとかさ、うん、4試合は取るっていうような、まあ、力があるだけに、はい、まあ、そういう形になってくれると、まあ、サイスニード、はい、で俺ピーターズっていうのは絶対勝てるピッチャーだと思ってるし、はい、まあ、あとは大川とか、はい、石川だとか、はい、まあ、いるのはいるよね。そうですよね、うん、ちょっと足りないっちゃ足りないけど、はい、だからまあここら辺で奥川が戻ってきたりだとか、うん、まあ、そうなってくると追い上げ体制っていうのはできると思う。そうですね、いや、ひとたび勢いになったら知らんぞまたいや来るよ来るよ、本当に、はい、力がないわけじゃないし、うん、誰が欠けてるわけじゃないから。そうですよね、うん、ただこの清水選手が今、まあ、下半身の、コンディション不良で外れている。誰？塩見選手。あ、塩見な、はい、ただ塩見選手が抜けて今もうこのいい状態を保ててる、で塩見選手が戻ってくる、で通常のリーグ戦に戻ると DH 戦なくなるので川端選手が、まあ、代打要員になるとなると、これまた流れってどうなっていくものなんですかね。いや、 やっぱり川端を入れてるよりも塩見が戻ってきて打線に入れといた方がやっぱ活気づくよね、うん、はい、それと相手ベンチはやっぱ川端を睨んで戦うから、岡田監督なんか特にそうだよね、うん、やっぱ川端をいかに出さないかっていう、まあ、そういうことを考える、はい、まあ、広島だったら松山で DeNA だったら楠本、まあ、こういう切り札を持ってるんだよね。
で成功率もいい、うん、で昨日の日本ハムでも、はいね、宮西を変えた途端に、ね、松山持ってこられて決勝点を打たれるという、はい、だからやっぱりねベンチも切り札を見ながら戦ってるから川端がいるっていうことは利点に働くよ、はい、使わなくてもレギュラーそのスタメンじゃなくてもってことなんですね。そうだからそういう意味ではそのヤクルトっていうのはやっぱもう敵対セクションに、はいまあ、本当に選手を配置してるし、うん、まあこれからはいいと思うよ。おあと山田選手の一番というのはこれあのシーズンとかあのリーグの方に戻ってもこれでいきそうですか。いやこれはいかないな。お多分あの塩見が帰ってきたりだとかすると3番に戻すと思う、はい、今ハッタリだから。あ今の打順は、うん、あのパリーグで山田の力、うんまあ、そういうのはこう過大評価してるっていう今の現状の山田の状態を見るとだよ、はい、あやっぱり一番山田かってすごく嫌がるだろうけどもセリーグの選手はチームは嫌がらない、うん、これなぜかというと状態を知ってるから体の状態は山田の、はい、だから今はハッタリが効いてるけどこれバレたら、はい、あまたただ山田が時々ホームランを打つからやっぱ怖さは残るよね。もちろんそうですよ。ただね山田自身は一番をっていうのは気分転換になってはいいけどまあだけどなんて言うんだろう体的には辛いな。あそうなんですね。やっぱある程度走らなきゃいけないとか一歩の人で帰ってこなきゃいけないとか、うんまあ、そういうことを考えるとやっぱ山田の一番というのは本人は辛いと思うよ。だとするとやっぱ3番の方が山田選手は体的に もう返すだけを考えるとね、うんはい、チャンスメイクをしなきゃいけないじゃん今は。でチャンスメイクをしたっていうことはやっぱある程度はランニングっていうのは強要されるしね、はい、だから、まあ、山田自身を考えると辛いけどまあハッタリは効いてるよね。まあ交流戦ではそうです本来の状態ではない山田選手なんですけど、うん、っていう、うん、と思うけどね俺はね、うん、そう見てるけどね。そあと村上選手がやはりちょっと打率上げてきましたね。打率というか、うん、なんかもうちょっとずつ戻ってきたなっていうまた、うん、俺は不満だけどねまだ。おそれはいやそれは確かに打点とかね、はいまあ、いいところでは打ってるけど、うん、やっぱね彼はホームランバッターだよ、うんはい、ホームランを期待されてるからいくら打点を上げてもヒットの打点とホームランの打点ではやっぱこうチームの勢いをつけるという意味では全然違う、はい、でやっぱ雰囲気を変えるとか、うん、そういった一発が打てるといいな。あまあそうですね。いやそれは彼も苦しんでるよやっぱホームランも打ちたいというのは本人が一番思ってるとは思うけど、うん、ただファンも周りの目も彼のホームランに注目してるわけ。別にヒットなんか、うんまあ、いつでも打てるんでしょみたいな、うん、そういう次元の高いところでの目で見られてるからね、はい、それはやっぱり辛いと思うよ彼も。あまだそうなんですね。いやと思うよ俺は。俺だったらまだもう全然物足りないもん。まあ確かにケチつけることは全然ないよ、うん、一生懸命やってるしさみんなが休む中、はい、一人だけ4番で立ってね、はい、チームが悪い時でもなんとか雰囲気変えようとしてる、はい、その姿っていうのはすごく立派だと思うけどもやっぱ結果だよねプロは、はい、だから伴ってこないとさなかなかやっぱこう評価の対象になってこない。だって自分でハードル三冠王って上げてるわけだから。はい。そうでしょ。はい。それはもうここまでは行かなくても近くまでは行くだろうみたいなみんな期待してるわけだから。まあその期待されるうちにやっぱそこは持っていかないと。そうですよね、うん。だからその自力優勝とか優勝にここから行くためにもその村上選手のホームランだったり去年のようなあの勢いっていうのもやっぱり一つ。欲しいところになってきますね。いやもう絶対そうだよな、うん、だから彼昨年のねホームランの中でも彼が打ったホームランで流れが全然変わってきたとか、はい、そういうことっていうのはたくさんあったしさ、まあ、ひっくり返したホームランもあれば勢いつけたホームランもあるし、はい、なんか村上を避けるばっかりにサンタナオスナにやられたとかさ、はいまあ、そういう相乗効果もあるよね、はい。で村上が後ろにいるから山田と無理したら山田に打たれたとか、うんまあ、いっぱいこう副産物っていうのが生まれてくるわけよね。だから今はちょっとやっと副産物が出てきたかなというような感じ。ただまだちょっとした芽だよね、はい、あれがこうなんかこう咲いてくると俺はもうヤクルト止まらないよ。
そうですね、去年のまたような、うん、いやもうそら行くよ。そうですよね、やっぱりその交流戦でやっぱり上位優勝したり2位になったチームっていうのは、まね、シーズン終わってみればいいところにいたっていうのは、うん、まあそれはあるよ ね、 ありますよね、うん、ただ俺はヤクルトは絶対 A クラスに来るって来ますか。俺は絶対来るって信じてる、まあ、現在予想では一旦最下位に落ちるとは言ってるけど、はい、あれ予想した時点ではおそらくヤクルトは5位だったはずなんだよ。そうですね、だ一旦落ちてる、一旦落ち、最下位になってますからね。いろいろうるさいやつがいるんだよコメントで。まだシーズン途中だからガタガタ言うなって。まだそうです、そうです、本当に予想、そして予想はこっちがガタガタ言ってんだけどなここそれもぶつけられてるだけなんだけどさいやただ今、ね、上の4位の、巨人に 3.5 ゲーム差、はいはい、というところで、まあ、交流戦は現在オリックスに、の首位のオリックスに次いで2位なので、はい、ここで貯金をどんどん作っていけば A クラスに浮上、そしてやっぱりこう優勝に絡んでくる。いや絡んでジャイアンツも辛いな、ちょっと厳しいですね。なんか良かったり悪かったり。山本、はい、今日がは初めてのソタニ、ソタニ、ソタニ、はい、で多分3戦目が山下俊平太じゃないかと思うんで厳しいですね。いやピッチャーだけ考えるとやっぱ厳しいよ当てられ方がそうですね、だって昨日2対1オークビンダ食らってみたいなもんだもんなバチバチバチ、まあそうですね、だからまあそういうね組み合わせもあるよね、まあ、そうですね、うん、こればっかりはね、うん、そうですね当てられるっていう、まあ、例えばヤクルトが今ロッテと戦ってる、はい、ロッテは5連敗中というね、うん、まあ、ちょっと状態が悪いよね、はい、うん、だけどちょっと用心しないと、うん、やっぱり何とかしようとするチームっていうのは、はい、ひしこいてやってくるからね。そうですよね、ただヤクルトもそこから脱出してるから勢いはもうちょっとついてるよね。そうですね、だからまあ今日からも楽しい、今日からもまあヤクルトは楽しみだけどね。そうですね、今日からもどのぐらいこうね、はい、今日誰と誰だっけ。今日はですね、戻ってきます。メルセデス、はい、CC も調子いいからな、悪くはないからな、ね、だから刑事だな、やっぱこう鍵を握るのは高橋刑事、うん、まあ、ここら辺で今日スパーンと勝てば、はい、さらに勢いがついてくるかもな、ヤクルトは。そうですよね、うん、ここであのセリーグの中の順位を貯金と順位をちょっとずつちょっとずつこう貯めてあげていっていう、まあ、まあそうだね、まあ、まずは借金の返済な、そこですよね、頑張ってほしいな、はい、はい。